会ってくれてありがとうと言いたい滋賀の小さな企業。今回は湖南市菩提寺西にある精肉店徳島さんへの会ってくれてありがとう、S さんからメッセージをいただきました。私がありがとうと言いたいのは湖南市菩提寺にあるお肉屋さんで徳島さんです。何度か転勤を経験している私にとっては実家に帰って徳島さんのお肉で食べるすき焼きが最高の癒しです。先日も軽井沢に転勤した私に母から徳島さんの近江牛の佃煮が送られてきました。食べながらちょっと泣きました。徳島さん、会ってくれてありがとう。ありがとうございます。大変嬉しいですね。徳島は社長の明夫さんが創業して31年になる。最高の近江牛にこだわり、ミシュスさんの雌牛しか仕入れない。特にそのすき焼きとかしゃぶしゃぶとか食べてもらうとすぐこうさっとこう口の中に通る、油が溶けるっていうかね。サシはそんなにないんですけど、ただ滑らかさ、油の滑らかさ、柔らかさというのはやっぱりメス牛の独特の味ですね。徳島の近江牛は日野の契約牧場で湖東三山の伏流水を飲み、伏流水で育った稲わらを食べて育つ。徳島には毎日の慣れ親しんだ味がある。ご近所さんがそれを求めて今日もお店にやってくる。こちらは近江牛の佃煮で当店で手作りしているものです。手土産に常温でも持って帰れますし、ちょうどいいかなと思います。手作りのコロッケと揚げ物なんですけど、子どもたちが自転車で買いに来てくれたりするのがすごく嬉しいですね。お肉が大好きでこの道に入った明夫さんは、お肉は人を幸せにすると信じている。こだわり抜いたお肉で人を笑顔にする。徳島、会ってくれてありがとう。